ラグビー場の第2グラウンドです。第90回全国高校ラグビーその3日目を迎えました。第2グラウンドの最終第5試合は2回戦島根県代表の石見智翠館高校とそして埼玉第2地区代表の深谷高校この一戦をお送りしてまいります。しております。14人で戦っている石見智翠館、さあここからもうそのまま抜けました。ゴールラインまで10メーターぐらいになっています。さあそのまま突っ込んでいく、どうだ、低く潜り込んでトライを決めました。左のプロップ1番の橋本大吾であります。さあどちら行くか、ブラインドサイド行くか、ブラインドサイド行きました。アーにはなりません。フェアボールです。フェアがまだキープをしています。右にラインができています。ブラインドサイドは一応1人、右サイド、逆サイドをつけます。戦況を見ています。そのポイントは少し右へ動いた感じ、そして上がった、そのまま山沢が飛び込みました。スタンドオフ1年生の山沢が飛び込みました。今のね、素晴らしいプレーですね、はい、ポジショニング、まあ、移動というんですけどもね、合わせています。はい、1.5 したよ、 1.5 したよ、上回ったということですね。出します。あ、これはサインプレーですね。サインプレーですね。ブラインドサイドから左のウィングが走り込んできました。そしてハーフウェイラインまで来ました。ゲームラインを切っています。そして球を出す。で今度は山沢が、ああ山沢だ、山沢だ、さあこれは速い、速い、完全に抜けます。いや山沢の個人技だ、素晴らしい飛び込んだトライ。いやちょっとこの花園にスター誕生という感じがしますね。ですよね。いや素晴らしいプレーを見せました。50メーター走り切りました。プレーの質が高いですよね。このステップ、これですね、完全に振られました。スピードに乗ります。さあこの揉み合いの中からボールを今スクラムハーフの3年生中山出しました。これはね、はい、サインプレー。ああ、また抜けた。また山沢だ、また山沢だ、行きました、トライ。今はね、はい、意図的に山沢、まあ、今日は10番つけてますけれども、フルバックの位置に下げて下げましたね。サインプレー、はい、ですね、これファーストレシーバーを変えて変えました、ね、あえて後ろから走らせる、これですね、山沢です。うわ、ここで振られます。このステップ得意ですね、左の方向へ、はい、で飛び込みました。石見高校が縦へ行きます。そして左オープンですが、もうボールをオープンに回したところがありましたという感じになっています。今なんかでもその山本博之をファーストレシーバーにしてはもったいないんですね。なるほど、もっとこう、少し崩して前に出た後にこうボールを持たせてあげる。はい、さあ、ドローで下、ドローで、確かに今三井高校高もナンバー8とそれから左のセンターという非常に大事なポジションに高校ジャパン候補がいるわけですけども、あーしかしこれはまた取りました。今度は右のウィングへボールが渡りました。ハトリでありますが、キャッテル当たった。さあ、また山沢からそのまま持っていきます。早い早い早い、山沢のトライだ。これで山沢3つ連続してトライでやります。トライ10。なんかこの試合に関する限りは、いや本当にこれはあの竹でなしに山沢デーになってしまいました。そうですね、入った、立った、立った、OK、ボールを出しました。岩見左へ回します。ここは強い攻め、本当ですね、強さあります。13番の山本、ホーディング、ホーディング、深谷の輪に反則がありました。さあどうだ、トライまでいけるか、トライを取りました。ボールに走ってる、はい、やめとけやめとけ、はいはいはい、うん、出します。突っ込んでくる、さあフラマク強い、2つ目のトライの夢は叶いませんでした。
石見智翠館高校、深谷高校が勝ちまして初めて花園3回戦進出であります。セブンのアタックというのは、岩見智翠館一人一人の選手、鍛錬された、はい、練習をしてきたということがよく分かりましたね。